伊勢新聞は三重県の県域新聞。伊勢新聞社によって発行され、同一大事で日本最古の日刊新聞である。創業は1878年1月17日。西南戦争の翌年に松本総一により創刊された。不平氏族が中心であった。社名は三重県の一部の旧国名である伊勢国に由来している。三重県は 伊賀国、島国、木の国だった地域も含むが、伊勢新聞はそれらの地域でも発行される、県主である。長官のみの発行である。社員数は2006年6月末現在約100名と、地方紙の中では規模が小さく、県内シェアも中日新聞の後人を排している。共同通信社、日本新聞協会に加盟。社説はないが、週に一度掲載される。 ロンダミア、元民社党委員長の塚本三郎のコラムなどで政治的なテーマを扱うことがある。小泉純一郎内閣総理大臣による靖国神社参拝を積極的に支持したが、日本の新聞で内閣総理大臣の靖国神社参拝を支持した3紙しかない新聞の一つだった。他の二紙は全国紙の産経新聞と岩手県の県紙の東海新報である。 この3詞は記事中の年号表記が言語表記中心というのも共通している。教育基本法改定にも積極的な姿勢であった。ロゴ競合する全国紙やブロック紙よりも取材記者数に乏しく、それを補完するため、ホームライターなる主婦バイト記者を大量に採用している。ホームライターは当初ニュースレディと呼ばれていたが、 男女雇用機会均等法に定触するとの当局の指導で改めた。第一の真の文字は木の部分に横棒が一本多く羊のようになった事態を使用している。記事中の数は関数字が使われる。最終面の番組表には中京広域県の各局のうちテレビ愛知以外の各局をフルサイズで掲載。また三重テレビとテレビ愛知をハーフサイズ。 なお、テレビ愛知を除く各局には、アナログ放送終了前日の2011年7月23日までは、ナバリ、トバ、熊野の各中継局のチャンネルを併記していた。デジタル移行後は、全県共通で、各局ごとのプリセット ID 番号が統一されているため、中継局の記述は割愛されている。中面は、地域版見開き形式となっており、左のページ上段には、 中京広域圏のラジオ各局、下段には NHKE テレのデジタル独自番組を、局小サイズ、ワウワウプライムと関西広域圏のうち、関テレ、MBS テレビ、ABC テレビ、読売テレビの各テレビ局をハーフサイズにて、それぞれ掲載。右面はデジタル衛星各局をハーフサイズで掲載している。なお、 BS アナログ放送が実施されていた時期は NHK の BS ツーツとはうわうはアナログデジタル重複掲載をしていた。一面大事化に長年赤服提供による漫画天気予報というコーナーがあり、県内を北、中部、南部、伊賀の3地域に分けて、それぞれに赤服の CM キャラクターの赤太郎のイラストを挿入した天気が掲載されてきた。 2007年10月12日には赤服の製造日不正表示が発覚し、10月13日からしばらくは赤服がテレビ CM を自粛した。このため赤太郎を登場させた天気予報は救済し、代わりに一般的な天気イラストのみを掲載した県内の天気を掲載した。しかし、 自粛期間中でありながら2008年1月5日の新聞で誤って赤福提供の天気予報を掲載してしまい1月6日の社国で訂正した上記のイラスト入り天気予報は2017年4月1日より正式に復活したが表題については漫画天気予報を用いず3月31日まで使われていた今日の天気をそのまま引き継いだまた 赤太郎のイラストについては、紙面のカラー化に合わせ、着色が施されたものになった。なお、漫画天気予報時代より、天気図、気象衛星写真、外境、全国の天気予報は、社会面に掲載されている。地域版は、大きく3つのブロックに分かれている。それぞれ、見開き形式2ページずつで掲載される。スポーツ欄には、津協定、四日市競輪、 松坂競輪、名古屋競馬、笠松競馬の出走表及び結果が掲載されている。また土日には、中央競馬のメインレースの出走表が掲載される。ABC、伊勢新聞社、マイナビ2015、2014年12月18日、閲覧。稲本ほか、267ページ原則として、日曜日。一部祝日の付きり、 伊勢新聞が自主休館日4月から毎月1回、静岡新聞2020年3月21日。ありがとうございます。